はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はブリーチから誇りを守るために戦った男芝海炎について見ていきたいと思います。海炎殿は朽ち木ルキアの心の支えとなった人物。周りから孤立して居場所がなかったルキアの光となり、ルキアにとってはかけがえのない存在でした。また一方でルキアのトラウマとなってはいましたが、ルキアに心の在りかを説き、ルキアに心を残すなど魅力的な活躍を見せていましたので、早速見ていきましょう。よろしくお願いします。芝海炎、護帝十三隊で十三番隊副隊長を務めていた死神。作中ではすでに個人襟足の長い黒髪短髪に垂れ目、下まつげが特徴の青年。左腕には芝家の家紋垂天の崩れ渦潮の入れ墨を入れています。ルコン街の出身ながら1回目で入試に合格し、神王霊術院を2年で卒業。入隊してからわずか6年で副隊長の地位についた秀才。天才じゃったか。また既婚者であり、同隊第三席の都を妻に持っていました。性格は無遠慮で大雑把ですが、仲間思いで面倒見の良い兄貴肌。体が弱く不在がちな隊長浮竹に代わり、隊を実質的に取りまとめており、身分や立場に関わらず自然な態度で分け隔てなく接するため、朽木ルキア、虎徹清音、骨椿仙太郎をはじめ多くの隊士に慕われていました。特に朽木家に引き取られてから家では孤立、外では貴族の養女で特別扱いと陰口を叩かれ居場所がなかったルキアを自身の部下、そして一人の死神として扱っていたため心の支えになっていました。一方でその奔放な気質から掟を大事にする兄様からは疎ましがられていた模様。兄様とは無楽に位置する性格だな。荒っぽい雰囲気とは裏腹に誇りや心を大事にし、ルキアに対しては最も大切な心の在りかと、その心をどうすることが死神にとって大切かを問いており、その精神は現在も彼女に受け継がれています。万が一ソウル組織編まで生存していたなら、助けに来たイチゴたちの心強い味方になってくれたはずです。また五大貴族である芝本家の長男であり、空格、元樹の兄。空格の家にいる小金彦と白金彦は海炎の教育係を務め芝家に仕える家臣。そしてイチゴの父で元十番隊隊長の黒崎一心は芝家の分家であり、海炎と空格と元樹の叔父にあたります。つまりイチゴとカリンとユズとはいとこ同士ということになります。道理でイチゴそっくりの見た目なんだな。芝家は心を持ったフォローを滅却ではなく浄化する道を探った一族の末裔とされ、芝三兄弟や黒崎親子の性格や言動が似ていたのは偶然ではなく先祖代々から続くものなのでした。性格から言動まで受け継がれるのかよ。もともと五大貴族の中でも扱いが良くなかった中、海炎の死亡や一心の現世での行方不明も重なって格下げされ、四大貴族と呼ばれるようになった模様。また海炎の実力ですが、メタスタシアに残白刀の消滅や身体を融合するという常軌を逸した能力で翻弄されていましたが、本来は高い実力の持ち主であることが伺え、神王霊術院を本来6年必要なところ2年で卒業し、入学時点で三席並みの6等霊を有し、護帝入隊から5年で副隊長まで上り詰めていました。続いては海炎が扱っていた残白刀について見ていきたいと思います。ネジ花、芝海炎の所有する残白刀。会合は水天坂負け。この会合を言いながら残白刀を片手で回すと三叉槍の形に変化します。他の死神だと視界ではただ刀の形が変化するだけのものもいますが、海炎の場合視界をすることで水を操ることができます。水流系の残白刀なんだね。三叉槍自体が水をまとうため、水場でなくても使うことができます。この視界は三叉槍を持っている手首を軸として回転させて舞うように攻撃するのが特徴的。攻撃は三叉槍による斬撃に加えて、水が斬撃波のように襲ってきます。また単純な攻撃だけでなく細かい動きをすることもできます。回想では残白刀を解放する寸前に消滅したため本人による視界を披露できていませんでしたが、アーロニーロが海炎の記憶を再現する形で使用していました。続いては作中の活躍について見ていきたいと思います。海炎の過去、朽木ルキアが13番隊に入隊した初日、副隊長である芝海炎と出会っていました。海炎はルキアの挨拶が鳴っていなかったため、名を名乗ってしっかり挨拶するよう教育し、それを終えると笑顔でルキアを13番隊に迎え入れていました。そして突然名門貴族の養女となり13番隊に配属された朽木ルキアは周りから疎まれていましたが、海炎は他の隊員たちと同様に分け隔てなくルキアと接しており、
忘れんな、おめえがこの隊にいる限り、俺は死んでもおめえの味方だと伝え、持ち前の気さくさですぐにルキアと打ち解けていきます。これほど心強い言葉はないよね。この当時のことを振り返ってルキアはカイエン殿の隣は心地よかったと評していました。またルキアの特訓にもカイエンは付き合っており、ある日ルキアがこのまま5艇13隊にいていいのか、何のためにここにいるのかという、13番隊に入る上で色々な苦悩や葛藤に悩まされていた際、そんなもんお前、決まってんじゃねえか、戦って守るためだろと答えていました。それがなんだかわからずにいたルキアにあっちゃこっちゃのいろんなもんと適当に答えたため、もっとすっきりした答えを求められたカイエンは、浮竹の持論についてお話します。戦いには2つの種類がある、命を守るための戦いと誇りを守るための戦い。それが浮竹の持論でした。ですがカイエンはそれは結局同じものを守るということだと感じていました。それが心、ルキアにはええくさっと呆れられていましたが、カイエンはその心というのはどこにあるのかを問います。ルキアはざっくり胸のあたりにあるのではないかと答えていましたが、カイエンは触れ合う二人の間に生まれると説いてました。心は体の中にはねえ、何かを考えるとき、誰かを思うとき、そこに心は生まれるんだ。もし世界に自分一人しかいなかったら心なんてのはどこにもないんじゃねえかなと答えていました。深いな。そしてルキアが心からここにいたいと願うなら、ルキアの心はここにある。ルキアの心がここにあるなら、それが、ルキアがここにいるべき理由だと諭していました。またルキアがこの先戦うとき、絶対にしてはいけないことを一つ伝えていました。それは一人で死ぬこと。心は仲間に預けていくんだと諭し、仲間に預ければ心はそいつの中で生き続ける。そのため一人では死ぬなと述べていました。ルキアに教えていること一つ一つが深くていい言葉だね。その後ある日、カイエンの妻である都の部隊がメタスタシアのデータ採取に向かうも、全滅したという知らせが届いたのでした。それを聞いたカイエンはすぐにホローの討伐に向かおうとするも浮竹によって止められてしまいます。それでもカイエンはホローを討伐しに行こうとしたため、浮竹は今わかっている二つの情報をカイエンに伝えます。それは敵ホローは移動型ではなく一箇所に巣を作りそこに止まって捕食する常駐型であること。そしてその住処についてのものでした。この二つの情報を聞いたカイエンは、浮竹、ルキアと共にその住処に赴いていました。そこには昨晩妻を喰らったホローがいており、ルキアがまず様子見として戦おうとしましたが、カイエンは一人で戦うことを希望していました。カイエンの気持ちを理解した隊長はそれを許し、誇りをかけた戦いを見守ることを決断します。戦いの序盤、カイエンは妻の上半身を食い損ねたことで怒りを見せるメタスタシアに、静かに怒りをあらわにし、残白刀で触手を切り落としていました。そして仕返して戦おうとしましたが、メタスタシアの能力によって残白刀を消滅させられてしまいます。残白刀を消滅させるとか天敵すぎるだろ。そのため残白刀なしで戦うことになり、劣勢となってしまうも軌道で立ち向かいますが、決定的な攻撃を与えることができなかったために最終的には霊体ごと乗っ取られてしまいます。マジか。霊体を乗っ取られたカイエンは、浮竹やルキアに攻撃を仕掛けていきます。カイエンの人格はすでに消えてしまっており、霊体同士の融合であるため、英語を解けることのない体となってしまい、最終的には浮竹から殺せと命令を受けた、ルキアによってとどめを刺されてしまいます。とどめを刺されたメタスタシアは一瞬カイエンの人格が戻り、カイエンは浮竹に一人で戦わせてくれたことに対して感謝を伝え、そして自分を殺さなければいけない役を担ってくれたルキアに対しても感謝の気持ちを述べ、心はここに置いていけると言葉を残して死んでしまいました。カイエンは笑顔で亡くなりましたが、この出来事は13番隊と芝兄弟に暗い影を落とすことになりました。しかしアランカル編ではウェコムンドに潜入したルキアの前にカイエンの姿をしたアーロニーロ・アルルエリが現れます。アーロニーロの能力は死んだホローを食らうことでその霊圧と能力を自分のものとすることができるというもの。アーロニーロはメタスタシアを食らっているため、その姿形と能力を見せることでルキアを惑わせていました。ですがカイエンの記憶と能力に頼り、精神攻撃を仕掛けたことが結果としてあだとなり、トラウマを乗り越え成長したルキアにアーロニーロは敗北していました。以上になります。いかがでしたでしょうか。カイエンがルキアに教えたことが後にルキアの大きな成長につながっていったんだよね。カイエンの教えたことは本当に偉大なものだったな。心か、あまり深く考えたことなかったけど、確かにその通りだなって納得できる言葉だったね。そうだね。
心とはどこにあるってもし聞かれたなら、私もルキアのように答えたと思います。表現の難しい心というものを具体的に表してくれたカイエンは本当に魅力的なキャラクターでしたね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。